で忙しい騒ぎしてたんで、カーッと弁当持って行ったんだから。リンゴ屋さんや。あれ、三尾さんは何期やったんだっけ？三尾さんは3期ぐらいやったんだよ。やったよの。三富さんがあったの。で、その後、良一さん。良一さんダメだったんさ。三富さんの前じゃねんかい。下田さんがやってて、その後、斎藤村長がやったんじゃねん。いや、三富さん。俺が小学校の時は三富さんで、でその後に斎藤さんと三尾さんとあと照夫さんが出たんじゃないですか。照夫さん、林さんだったんだよ。照夫さんやってねえけど。林梅ちゃんのさんかな。の林さんも出たんだけど、あと新婚屋の人も出たんで。出たけど俺上がんなかったんだんで。だから梅ちゃんもしなかったんじゃない。そうそう、梅ちゃんもできなかったんだよ。出たけど。だってさ、旦那家の話にさ、梅さんだっけな、なんだっけな、俺が静川の方へ勤めに行こうとすると、美穂さんのところから蹴ってくるんだって言ってさ、言ってたよ。じゃああれも直売所も平成の初期なんですか？平成4年だから。じゃあここと同じなんだ。ここと似たくらいなんだ、年間の。へぇ。だ 補助金でこういうの建てるのは、まあ、首長もそうなんだけど、うん、村の職員が優秀だからなんですよ。そうじゃねえといろんな書類出さなきゃだから、うん、だから赤城の職員は多分優秀だったんでしょうね。ねえ、だって温泉のさ、あの温泉を掘るって言ったってさ、巡りからいい加減クレームが出たんだよ。あんなもんにお金使ってっつって、うん、だけどあれだけの施設作ってさ、でも、ね、合併したからなくなっちゃったんで、触れ合いにはだってみんな売っちゃったもん。温泉の施設売っちゃったみたいの。プールだってさ、今民間だよ。プールだってさ、子供がもっと言ってたのにさ、はあ、プールじゃなくてあそこに宿泊施設作るんだとかなんとかかんとか言ってさ。ヘルシーパルに？違うよ。あ、ヘルシーパルじゃなくてあっちのユートピア。ユートピアの子。はあ。あれ普通の民間のあれだから。そうそう。埼玉の方のあれだよ。あ、そうかい。うん。埼玉かい。そうだよ、埼玉。ってその人、あれもするみたいな。あっちこっち。ああ。施設を。うん、施設持ってる。埼玉の話。スープ持ってきて食べてみる？はい。甘いよ。食べてみんで。ちょっと待って。施設って、なんか、なんか、